さあ朝の釣り始まりました。まあね、朝間詰めは過ぎましたけどね、今日はねちょっと表磯の方にね行ってみようっていう形でね。ここを曲がる、久々にやってきました赤岩です。はい、久々にやってまいりました赤岩のコンクリート場です。いや今日はねやっぱりまだ低気圧の影響が残っててちょっと波気がありますけどね、よろしいんじゃないでしょうか。水温19度ですね。早速、ね、早速朝一ヒット、いい流れですね、この払い出しの中で。おお、なんだろう、小長のね、25歳、ね、足裏、なんだったん、あー、ここでのレギュラーサイズですね、はい、うん、まあね、うん、まあ、第5投目ぐらいで、なるほど、32ってとこかな、32の中です。はい、人です。結構いい引きしてます。沖合でかかりましたね。さあ竿を1本半ぐらい、まあ抜き上げはやめとこうね、抜き上げはやめとこうサイズだな。あら、よし、浮かせました。まあね、抜き上げちゃうとやばいから玉で救いますか。抜くんですか。いや、抜きません。ああ、あ、でかい、でかい、はい、まあ、思ったより大きくはないけどね、引き上げるとまた昨日みたいなことになるからね。そうですね、うん、まあ、タモを使うに越したことはない。ですね、お腹、お腹です。あ、はい、お腹が釣れました。お腹です。まあまあの大きさですね。お腹くんです。36のお腹です。やりました。はい、またしても人です。またしてもヒットしました。まあ、あまり大きくはないかもしれないな。でもね、こう流れに乗ってね、結構ね、引いてきますよ、流れに乗ってね。よっしゃ。ああ、見えました。あ、まあまあか。でもまあ、抜き上げられるな。なんてね、言うとバレちゃうんだけど、大丈夫か。抜き上げちゃいますか。ね、抜き上げちゃいますよ。もうね、抜き上げちゃいましょう。抜いちゃいけないサイズじゃないですか。お長くんですね。うん、いけない。それはすれが、あ、すれがかりではないか。あ、綺麗ですね、お腹は。ねえ、活性高い色でしょ、これ。真っ青なのね。はい、釣れたのは、結構綺麗な色したお腹です。活性高いね。おい、まあ、30、うん、ちょっとあるか。ね、お腹くんでーす。はい、9時です。9時に、口太。まあ、結構大きいな。上げてみたら結構大きかったです。ほら、まあ、40あるか。はい。さあ、じゃーん。おお、40アップ、おめでとうございます。いいな。すごい。はい、な、私にもくださいよ。41はありますね。41の口太でーす。やりました。おめでとうございます。現在10時45分。10時45分。はい、今回の赤岩コンクリート場での釣果です。
40オーバーの口太を頭に結構釣れましたね。今日の赤岩の釣りのポイントはね、このコンクリート場の右側の磯のに発生しているこのさらしからね、ずっとこうさらしがあって、ここからこう直下から沖合に払い出しがあるんですね。ずっと結構な流れの払い出しがあります。ここに仕掛けを乗せてやって流していくと50メーターぐらい沖合で当たりが出ます。棚はだいたい差を 1.5 から2本分ぐらい、そのぐらいですね。あー見えた見えた、あーニザダイでした。やったニザダイだ、おめでとう。あーニザダイくんだよ、三の字くん。これだもんな、これだからたまらないよね。